こんにちは、柴田です。今回はジャパンヴィンテージグレコ1978年製のレスポールタイプとギブソン90年代のレスポールの鳴らし比べをやっていきたいと思います。昨今流行りのジャパンヴィンテージなんですけれども、これはね、1978年、本当に初期もので、なんとですね、ディマジオのパフが乗っかっております。70年代のディマジオパフ、もうね、リアルヴィンテージですよ。40年以上も経過しているこのピックアップがですね、オリジナルのまま乗っていると。なかなかね、期待できる一本ですよね。もう見た目もね、非常にかっこいいです。この焼け具合もかっこいいし、作りもね、しっかりしています。パンケーキ構造になっていて、メイプルドップのマホガニーバッグ。なんと本家のレスポールよりね、これね、厚いんですよ。当時ね、70年代後半はいろいろと職人さんが試行錯誤しながらね、頑張って作ったレスポールでございます。重量感はね、ギブソンとあんまり変わんない感じなんですけれど、ネックは若干ね、ちょっとスリム気味。当時のジャパンヴィンテージはね、結構ね、やっぱ細いものが多いですよね。日本人向けに作られていたんじゃないかと。まあ70年代ということでね、木はね、非常にいい感じです。では音鳴らしていきたいと思うんですけれども、ペグはですね、グローバーのものに交換されていて、非常にスムーズです。まずね、フロントからいきましょう。ですね。ディマジオパフ。もっとね、太くてモコっとした感じのイメージがあったんですけれど、結構ね、シャープな感じの音ですよね。うん、リア。うん、では続いてギブソンですね。やっぱ重厚な感じですね。ちょっとクランチ気味で、
感じになっております。まあ、ジャパンヴィンテージはね、結構ね当たり外れがあるので、しっかりとね鳴らして自分好みのものを見つけた方が良いかと思います。これはね結構ねいい当たりだと思いますよ。まあ、ただギブソンのレスポールとはやっぱねちょっと違う、若干シャープな感じのイメージなんですけれども、まあ、クランチ気味にしていくとこのパフがね生かされていく、ディマジオらしさがしっかりと出てきてるんじゃないかなという風な印象でした。まあ、ぜひぜひですね、グレコ、昔のグレコね見つけたら試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。